雨なんでこれで遊びます。はい、はい、おゆっくりだこれはいい、これはパークフライですね。ちょっと遊ぶのにいいですね、はい、これも激安フリマアプリで、おお、これは本当にパークフライでゆっくり飛んでなんかね、ジャンクで動かんとか、うん、なんか分かんなかったけど、とりあえず飛んでます。よく飛んでますね。これは今3軸ですかね、これ6軸にすると何か、インドアでも結構飛ばしてね、昔は。ああ、いけそうですね、やってたみたいですね。さっきちょっと飛ばしたとき三軸にして背面でくるくるおお、そんなのもできるんですよ、うん、いけてます。これは三軸かな、こっちか六軸か、こっちか六軸か、わかんないよく動く方が三軸かな、こっちの方がよく動くかな、うん、あ、こっちの方が乗ったらね、上で遊ぶパワー、あ、戻っちゃうい、うん、けますね。背面もいける感じ。あ、全然大丈夫、はい。スピードが好きだから、もう一回、はい、切れちゃう、大丈夫大丈夫、取れてます。うわ、綺麗に決まる、うん、うわ、綺麗に決まる、ね、これもセーフティーモードがあるんで、背面からスイッチ入れると勝手に戻ります。高いところで、背面からスイッチを入れる、あれ戻んない、あ、戻んなかった、これ、あ、それもう一個、あ、もう一個した、奥奥奥奥、あ、だめだ、ゆっくりついて回らない、ピントが合わない、うわ、一瞬で戻りますね。そうね、これのもね、やっぱ早いね。おうおう、どういう、イルロンは遅いな、ストールさんだ、これは初期型の V1 の方みたい、なんか今は V2 が出てるみたいで、何がどうなのかよくわかんない。わあ、ダメだ。大丈夫ですか。ストールターンがなんかおかしくなって。バッテリーが取れた。バッテリーが取れた。投げればまだいける。あ、いけると思います。ストールターンはなんかちょっと思ってたのと違う挙動で。そっちですね。こっちで。はい。はい、それで繋いでちょっと地面にじっと置いとけばバインドすると思います。
はい、でしょ。こっちでいいんですか。そっちで大丈夫です。はい。それで、この、はい、ひっくり返して、じーっとしとけば、ちょっと時間かかりますけど。ああ、そうなんですね、はい。バインドするのに。はい。反応ない。あれ。あ、すぐひっくり返した。それで、うん、はい、これでエルガーが動けば、これで大丈夫と、はい。うちでも壊れない。壊れないですね、本当に。これすごいな、よく飛ぶし当分楽しめます。これは本当に楽しいですね。スピードは少ないとローリング入れない。そうだね。ちょっと独特な、ね、感じの癖はありますけどね。そうですね、はい、うん、まあ普通に遊ぶ分には全然。そうですね、十分。はあ、ないのかな、もうバッテリーがないかもわかるですね。着陸もベリーベリーイージー。はい、はい、これはシミュレーターで飛行機の練習になると思います。おーおー、これは楽しい、はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい軽い飛行機です。ありがとうございます。